ハローライ、今回のドラマ、アポロジャバジャバジャバ挨拶しようとしながら。ハローライ、今回のドラマですね、今回はですね、撮影日4月の4日ということでね、イースターイベント当日でございます。ってことで、今画面のどこかにね、イースターのイベントのキャラ、アポロ邪魔なのよ。今ね、この画面のどこかにね、イースターイベントのキャラクター、ピョン太郎が映り込んでいます。さあ、どこにいるかわかるでしょうか。わかんないかな、みんな。はいはい、わかんない。じゃあ、答え発表していきたいと思います。正解は、邪魔なんで先からそんな映り込んでいくんだよ。正解ここでーす。はい、ここにいますね、ピョン太郎ちゃん。話しかけていきましょう。うわ、めっちゃ下目になっちゃった。こんにちはー。あ、ちょっと、そしたら、ま、これ、1年前に見たね、この回はね。ちなみに。着ぐるみじゃないからね。着ぐるみじゃないなら着ぐるみじゃないって言う必要ないんじゃないかな、別に。ねえねえ、そんなことで今日はイースターだよ。はい、1年ぶりにピョン太郎と会えた、俺。あ、まあこれ来たよ。もう同じだな、買わないな。どこにやる、どこにやる、いろんな場所。わかったかな。島のあちこちに6種類の卵が隠されてるから、それを探して集めてみてね。はい、まあいろんなね、場所に隠れてると。プレゼント、あ、全然隠れる。来た、なんじゃこりゃ。今の卵10個ありがとう。そして重大発表。なんとこの下にはイースターにちなんだディアマレシピが隠されてる。まあ変わんないね。ここの会話何も、本当に何も変わんなかったな。このね、イベントはね、なんか島の農家にあちこちに卵が隠されてるから、それを集めて、それと交換に家具がもらえるってイベントらしいです。俺確か去年にもらったイースターの卵残ってる気がするんだけど。あるある、めっちゃある、めっちゃある。これ使えんのかな。去年のイースターで集めたエッグってこれ使えんの。こちら卵持ってきたよ。来た。オールラクシェイトンがやさってやったね。それで卵一つもらう。どうぞ。よし、頑張った君にこれをあげちゃおう。なんだなんだなんだ。来た、なんか来たよ。イースターなバスケット。もらった気がするけど、気のせいかな。俺なんか前にもイースターバスケットもらった。あれ、なんかもらわなかったっけ。いや、もらったなぁ。で、これ、後ろにこうチャックあるんですよ、イースター。後ろから話しかけたら前は、後ろ見られくれるみたいな話されたんですけど、アップデート変わったのかな。悪いんだけど、後ろ見ないでもらえる。あー、すいませんでした。すいませんでした、本当に。あー、これは変わんないですよ、何もついてないって。明らかになんかついてる気がするんだけどな、ピョン太郎さん。これ、ピョン太郎に怖がらせるリアクションやったら怖がんのかな。あ、そうだ、写真で着ぐるみ撮ったらブチ切られるんじゃね。わこれさ、写真でイースターの背中撮った瞬間に後ろ撮らないでもらえるみたいなさ、リアクションくんじゃね。それ来たらすごいと思うよ、正直。失礼します。あ、ちょ、まさにピョン太郎の後ろ姿撮りましたが、あれ、シャッター音に気づいてないかもしれない、ピョン太郎。これシャッター音に気づいてないか。もう一枚、バシャバシャバシャ。よし、撮った写真ピョン太郎見せるか。これ、あ、やべ、あ、絶望してる。あ、豆吉、こんばんは。これ、1200円、結構なお値なんで。売っちゃうよ、そりゃ。ピョン太郎。今なんか絶望してる、今なんか絶病。絶病って言っちゃった。絶望のなんか表情してたけど、なんだ今のは。ピョン太郎、さっき君がくれたイースターのなんかバスケットみたいなやつ売っちゃったんだけど。